はい、どうも。第22節かな。ジュビロ今打線ですね。では行きましょう。4位ですね、相手は。いやー、前節のあの首位の F マリノスですね。あれ倒せたのでかいな。浮上の掛け合いだ、これ完璧に。さあ、行きましょうか。これはやばいか。危ない。真ん中固まりすぎだよ。止めろ。オッケー。ちょいボール。よしと。あんなチャンスもうねえよ。やべえか。サイド。オッケー、ないカット。いやー、オフサイドやな。相手のライン完璧やったな。試合も無駄にしたいんだけどね。切った。このパスは届かない。ロドリコショート。いい展開ですね。菅沼。うまい展開。サイド、サイドバラッキ。ここでボールを持つ。ナイスカット。さあこのパス。危ない。おお。ここ2人固まったもん。どうだ、トレー残せ。無理か。うまい展開でやられていくな。危ねえ。うわー、残せない。ファールか。この展開は怖いな。どうだ、よしよし。いやー、スルーパスでよかった。ここ中やられてやばい。おー、危ねえ。危ねえよ。来た。最大のチャンスの後のピンチ残せるか。止めろ。危なっ。前半が終わりました。熱いな今の最後。両チームチャンスはあったんですが、結局ノースコアで終えたという前半でした。さあ、ファール、ない、ファールない。いやんか。神戸としては前半やや押されてましたからね。多少修正はできてるでしょうね。さあどうするって。今日はスライディング OK です。一旦戻して、これ大丈夫。井の葉のディフェンスです。危なっ。
ファールやろう。イエローもなしかよ。危ねえな。さあ来たよ。よし、さあどうする。今はか、野沢イグアソンの方が高いんだよね。これイグアソンに合えば。オッケー来たこれ。これはでかい。神戸の武器やな。さあ守れ守れ。やばいよこれ。外うまいな。これはまあチャンスになれ。縦がそのまま空いてる。オッケー。よし PK PK 来た。これはでかいね。よし、これは決めたい。右に決める。よっしゃいいよ。この点数はほんまでかいよね。2連勝を飾れるな。ここに来て、ここに来て調子上がってきた。超うまいよ。調子超えてやばいよ。押せよ。右サイド空いてる。右サイド空いている。来た。こんな嬉しいことはないぞ。来た。よっしゃ、なんだと。マジか。いや。いや、予想外やわ。残せ。ないわ。なんかめっちゃ疲れた。あんなにチャンスあったのに行かせんかった。ショックでしゃあない。これ真ん中がサイドかな。崩してかな。 OK 連勝きた。いいよ。これが見えてきたよ、優勝。勝ち点5-5差に。しかも周囲がセレッソになってる。次はコンサドーレ札幌戦ですね。いやー暑いわ。暑い展開来てる。はい、では、この辺で。